あとね、後ろ姿で違うメンバーに間違われたりしたこととかって。あー、え、あのね、でもさ、ちょっと前 2,3 年前にボブだった時期があるのね。あったね、黒髪の、うん、その時に握手会の会場とかで歩いてた時に、はい、後ろから、うん、山下山下ってめっちゃ呼ばれてたの。黒髪ので、あの、山下じゃないから振り向かないじゃん、うん、そしたら山下無視すんなよみたいな言われて、誰来たのこっちに。で、振り向いたら今野さんで怖い怖い、今野さん、そんなこと言うの今野さん、ごめん山下じゃなかったんじゃん。ウケる、今野さん間違えるからね結構。でも間違えられることめっちゃあるんだよね、うん、なんかそうね、あ、いやでもあるかもしれない、ファンの人にも言われたりする。まあでも髪型ってさ結構重要じゃない、なんかさ、うん、結構シルエットだもんね。そうなのよ、シルエットで判断されがちだから、うん、髪型は結構ね、同じ人じゃない方がいいかもしれないけど、うん、廉価はどんな髪型にしても純ちゃんと間違われるよ、うん、ええ、なんで顔が似てるんだって。そこ嘘、顔見て間違われる、顔なの。そう、やばくないそれ。自分本人たち公認だからいいんだけど、うん、純ちゃんも廉価もかつては多分血つながってるよっていう話をしょっちゅうする。多分意識して見てると、うん、本当にあの自分が出てないパフォーマンスに自分が出てるかと思うの、その話をしょっちゅうするんだけど、純ちゃんも純は廉価かと思うって言うし、思ったことなかった。多分ねそのうち思ってくる、うん、ちょっとよく言われたらちょっと思っちゃうかも、ね、本当に。まあでもすごい美しいから嬉しいんだけど、うん、ありがたいですね。メンバーに物申す。乃木坂46のメンバーに向けて思っていることをぶつけてもらうというとってもシンプルなコーナーです。物申す、あのさ台本、うん、なんかさ、うん、台本通りのさ、うん、伸ばし棒の感じでさ、違う違う、でーす、書いてあるってことは言ってほしいんだろうなって思った律儀にね、なんかそういうとこちゃんとしてるから台本の気持ち通りにしゃべる。そうそうそう、台本に気持ちを乗せて読むの。はい、読ませどこまで読んだか分かんなくなっちゃったじゃん。コーナーでーす、物申す内容、そして誰に物申すのかは自由。本当はやめてほしいと思っていることでもいいし、うんうん、ありがとうと言えなかったらこの場で言いたいみたいなことでも OK、うん、それぞれ自分なりにやってみてください、うん、まずはじゅんちゃん、はい、お願いいたします。思いついてます？思いついてるよ。お、すごい、早い、やばいやばい。じゃあもう早速、メンバーの名前、うん、言いたいことの順番に叫んでください。 OK、 3,2,1 どうぞ。岩本廉価、年々顔が似てきてるんじゃねえの。もうこれに至ってはもうこれマジ話すよね。もう私たち多分血繋がってるんで。そう、血繋がってる。そう、もう本当に確かに思う。もう似てるよね。特になんか生で会うよりも画面越しの方が思っちゃう。似てるよね、うん、もうなんか、あ、なんか例えば2期生さんの何かの MV とかでも、うんうん、レンカ出てないっけ。じゃあもうあれこんな仕事したっけ。そうそう、あ、レンカだ。今は髪の毛長さが違って、ね、多分やっと判断できるけど、ちょっと前まで同じぐらいだったから、そう、もう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 同じ顔してる。本当に、え、思いません？いや似てるって思う。入った時から思ってたもん。この子は多分同じ系統だった。言ってたよね。うん、言ってた言ってた。ファンの人に言われて思った。ね。なんか、本当に似てる。兄弟っぽいよね、うん、お姉ちゃんと似てる。純な全然違う。てかお姉ちゃんより純ちゃんはお姉ちゃん。わかるわかるわかる、絶対にそう。わかる、絶対にお姉ちゃんと自分の兄弟より似てる。自分の兄弟とあの姉妹ですって言うよりも純ちゃんと姉妹ですって言った方が納得される。あ、姉妹かって多分なると思う。なると思う。お姉ちゃんがかわいそうだろ。違う、お姉ちゃんはみんな系統の違う感じなんですよ、顔が。あ、一番上は甘いし、うんうん、真ん中はすごいクール系だし、うんうん、私はなんか両方もらった。確かに、ね、両方、ね、いいとこもらったね。へっ、へっ、春日さんということで。今とにかく春日さんだったということで、次は北野日向子さん。キーちゃん。
パパ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